黒字は、スズメモクホウジロカホウジロ族に分類される鳥類の一種。和名の由来は、オスの体色が黒っぽいことによる。カムチャツカ半島南部から、千島列島、サハリンで繁殖し、陶器は中国東部へ渡る。日本では、本州中部以北に流鳥として生息し繁殖する。陶器は、南方や平地に移動する個体も多い。北海道には、夏鳥として捕来し、 本州中部異性には冬鳥としてトライする。日本においては比較的普通種であったが、日本以外の地域での生息は長く確認されていなかったため、一時期日本固有種とされていたこともある。全長は16から17.5センチメートル。翼海長は約26センチメートル。体重20から30グラム。オスは全体に海国色。メスは肺褐色。 冬は,は全体に淡くなる。一般に、ウジロ科の鳥のお葉の一番外側は白いが、本種では白くない。くちばしは肉色で、上面が黒っぽい。繁殖期は、落葉紅葉樹林や鉱山帯の新葉樹林に生息する。非繁殖期は、平地から山地の森林の臨床部に単独で生活していることが多い。繁殖期には、樹上で、 昆虫類やクモ類を捕食し、それ以外の時期は地上で植物の種子を食べる。草やぶの中に枯れ枝などを用いて、万丈の巣を作り、一腹4から5個の卵を産む。放卵期間は約11日で、私有共同で放卵する。ひなは孵化後、約11日で巣立ちする。警戒心が強く人などが近づくとすぐに、やぶの中に逃げるため、観察しにくい鳥である。 本種は以下の2ア種に分類されている。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。